沖縄で圧倒的勢力を誇る人気シリーズのルーツ、マックスアライドトリプルクラウンシリーズ編。懐かしの四国時代を当時のエピソードを交えて振り返る俺たちの四国。今回もベテランライターのアニカスさんをプレゼンテーターにお迎えしお届けしたいと思います。アニカツさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですが、今回ははい、今は亡き伝説のメーカーマックスアライド社が、1994年から翌95年にかけてリリースしたトリプルクラウンシリーズを改めて取り上げたいと思います。トリプルクラウンといえば、今もなお沖縄で圧倒的な人気とシェアを誇っているブランドですよね。そうですね、はい、パイオニアの花々シリーズとともに沖縄での二大勢力になっておりますね。あと最近では、まあ、あれですよ、オキドキ、はい、あとチバリオなんかもね、人気だそうです。まあ、いろいろあってね、今は青龍ゲームジャパンという、メーカーが、開発製造リリースを行っておりますがね。いろいろあってですか、気になりますね。まあ、いろいろととしか私の口からはちょっと申し上げられませんけどね。とりあえず本題に入る前に、マックスアライドというメーカーがの、来歴などについてちょっとおさらいしておきましょうか。またいつもの古い話ですか。手短にお願いしますね。はいはいはい、は1回ね、同社はもともとマックス商事という会社名で、大阪で70年代半ば頃からですね、海外のスロットマシンの輸入販売メンテナンス等々を行っていて、まあ、そこで培ったノウハウをもとに1977年史上初となる風営法認定スロットマシンジェミニをリリースします。はい、その後もね、同社は数々のマシンを精力的にリリースして、まあ、80年代初頭のパチスロ黎明期において業界を大きく リードするんですけども、タッグを組んでいた、他メーカー、まあ、東京パブコさんなんですけどちょっとね、いろいろありまして、庄司っていうんですか、その煽りを受けまして、ね、責任を取る形で日電機を脱退、そしてね、もうメーカーとしての活動を停止させてしまいます。で、まあ、しばらくはね、反社さんとして、活動してたそうなんですけども、まあ、4号機時代到来ということで、新規一転、社名をマックスアライド、まあ、これはなんだろう、アライドですね、いわゆる再生とかリボーンみたいな、まあ、そういう意味がこれ込められてるそうなんですけども、再起をかけて、ね、メーカーとして業界に復帰することになりました。パチ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 でね。その記念すべき第一作が、今回ご紹介する、伝説の球界三冠王をモチーフした、トリプルクラウンシリーズとなります。それでは早速ですが、シリーズ1作目となるトリプルクラウン1から紹介をお願いします。はい、もうですね、仕様はご覧の通り BR、比率、表面上の BR 比率1対1の極めてオーソドックス極めてオーソドックス、まあある意味、まあ、普通の A タイプですね。はい、まあ、テーマの、まあ、ベースボール、野球にちなんですね、レギュラー A 柄は、ホームラン、リプレイ A 柄はにはこうストライクの文字が、添えられたボールとなっております。スペックの方は全設定にわたって、ビッグに重きを置いた確率配分、まあ、当時の4号機 A タイプでは、割と、ありきたりというか定番というか、まあ、そんな感じですよね。ただ機械割り、これもうね、設定2からすでに 101% オーバーですね。結構甘かったんですよね、これ見るとね。はい、なるほど。実際の出玉性能はいかがでしたか？そうですね、リリース直後のホール実践ではご覧の通り、やっぱりまあ甘めのスペックによる、まあ、連続性の高さを見せてくれましたけども、まあ、当時は7枚交換8枚交換とかそういう低レートだったんで、導入直後の高設定ということもあるんでしょうけども、まあ、なかなか、まあ、実力は持っていたんじゃないでしょうかっていう感じです。ゲームを彩る出面室については、
もう正直皆無です。演出と呼べるものはね、ありませんでした。とにかくリール制御がねもう本当シンプルなんですよ。基本的にフラグ成立絵柄を、引っ込む以外に余分な滑りは発生しません。なので、逆に言えばボーナス絵柄を、滑って、ね、引き込んできたり、滑って転廃したりすると、子役リプレイ否定で、チャンス到来。ただそれだけです。非常にシンプルな制御です、はい、なるほど。ちなみに技術介入要素についてはいかがだったでしょうか。一応ビッグ中のリプレイ外しは有効でした。実践上20枚程度の増枚数なんですけどもね、まあ、8枚子役メイン、まあ、比較的、ね、手順も容易、まあ十分じゃないかというところでございますね。通常時はですね3種類あるメイン子役8枚これフラグ共通なので取りこぼしはございません。ただ、ね、子役補正機能搭載されていないので、まあ、チェリーは狙った方がいいんじゃないかと、まあ、当時はそういう、あれでした。あれでしたってなんだよ、はい、とにかくここまでのお話を伺っている限りは甘めのスペックを除いて特に見どころのない退屈な台といった印象なんですが、全くもっておっしゃる通りでございます、はい、私も、そう思っていました。私だけでなく誰もがそう思っておりました。でね、あの同時期同じくあの関西の、ね、老舗メーカー日活工業さん、まあ、今 の, あのネットさんの、ね、ルーツとなるメーカー、まあ、そこからですねドラゴンエースというマシンがあのリリースされていたんですけども、これねモチーフが異なるだけでこれ、ね、見比べてみると分かるんですけども、筐体のこの感じね、細かいところ違いますけども、あと基本仕様役構成とか、あともうゲーム性リール制御すべてね、もう売り2つでした、はい、ひょっとして両社は提携関係にあったんでしょうか。まあ表立ってそういうことは語られてはいませんでしたけども、共に、まあ、関西本拠で、まあ、パチスロ創世期の頃から業界の成長発展に、多大なる尽力を、してきた、ね、老舗メーカーなんですから、まあ友好関係にはあったと思いますね。で、あの日活工業さんって確かね、あの筐体を他のメーカーにも供給してたと思うんですよ、昔から。はい。で、まあそんな歴史的経緯はともかくとしてですね、あの当時はドラゴンエースと売り二つってことはもしかしたらってね、まあ各方面からある種の期待のようなものを寄せられておりました。ある種の期待、それは一体。ズバリ、裏物化です。先にね、ドラゴンエースの方がまあ爆裂化してまあまあ暴れ回ったもんで、まあ同じ仕様、同じ仕様というかまあ似通った売り二つの仕様のトリクラの方もね、ひょっとしたらぼちぼち出てくるんじゃねえのと、うん、そういうふうに思われておりました。結果はいかがでしたか。第一報が寄せられたのは、東北地方、森の都は仙台からでしたね。読者さんから、こういうハガキが送られてきて、ハガキだったかな、手紙出したかな。通常時の、リプレイが大幅にカットされていて、コイン持ちが非常に悪いです。その反面、ワンチャンスで2000枚、3000枚は日常茶飯事です。よかったら、うちに来てください。牛タンも美味しいよみたいな感じでね、あの情報が読者の方から寄せられました。ということで早速特集を組むことになりまして、私担当を任されまして、編集部のね、誰々君と一緒に2人で、東北新幹線に乗って、仙台に飛びました。初めての仙台わーってね、はい、まあその時のデータがこちらとなります。どうでしょうか。すごい。どのデータもBR 両ボーナスが入り乱れて連打が炸裂してますね。そうなんですよね、まあ、あの情報にあったような一撃3000枚オーバーみたいなね猛爆は、我々は残念ながら、体験できなかったんですが、他の台でね、しっかり、そういう出方してるの、これすごいでしょ。ピーピングデータなんですけど、はい、なかなかの爆発力で、ね、圧倒されました。ちなみに、ボーナスを集計した結果がこちらとなっております。50ゲーム以内の連チャン率は 47.4% と出ました。
ボーナス発生分布の範囲を100ゲームまで、ね、連チャンゾーンか、連チャンゾーンを100ゲームまで広げてみると60ゲーム付近までがまあちょっと濃いかなと、まあそういうことが分かりますね。ちなみにボーナスの発当たり PR それぞれでこうちょっと分けて算出したんですけども、まあ連チャン性がね高い割には割と良心的な数値となっておりますね。まあまあ当時仙台というか宮城県確かに8枚とか 8.5 とか、まあそういうまあ低レートだったもんで、おそらくこれまあ普段から高設定を多用していたんではないかと、まあ周りの出方を見ても出玉状況すげえいいお店だったんで、うん、まあ高設定だから初当たりも良かったのかなと、そんな感じですね。なるほど。いずれにしろ裏物としてはかなり良心的な印象を受けますが、情報にあったような帳尻合わせはいかがだったでしょうか。はい、こちらが通常時の公約出現率になるんですけども、リプレイが 25% カットされていました。コイン持ちはね、悪かったですね非常に、はい。まあ、その後ね、同じような BR 混合で、連チャンするバージョンが、都内とか首都圏各市にもね一応何件かポツポツと確認はされるんですけどね、読者さんからの情報で、ところがねやっぱりドラゴンエースなんかと比べると、設置自体が少なくて、まあそんな大きな話題にもなりませんでしたね。ところがそれからしばらくして今度は中京エリア、まあ愛知県ですね具体的に言うとからね、とんでもない情報が舞い込んできました。とんでもない情報ですか。もっとすごい爆裂バージョンが現れたとか。そうなんですよね。しかもね、最初に出た青パネルのトリプルクラウン1ではなくて、なんとなんと聞いたこともないこっそりデビューしていた真っ白の純白パネルの兄弟機トリプルクラウン3、こいつがね暴れてるっていうことで、編集部内かなりざわつきました。で例によって早速現地に飛んで、はい、飛びました。僕これねいつだったかな、たまたま兵庫尼崎の、実家に帰省してて、まあその帰りに先発隊がその愛知県のホールに行ってって、じゃ帰り寄るわとか言って寄って、後から合流したんですけどね、いやーすごかったですね。はい、レンちゃんはビッグオンリー、しかもほぼほぼ7レンちゃん1セットです。ビッグオンリーで、まあ刺さった時の一撃の性能高さはね、まあ当時の数ある4号機ウラムの中でもトップクラスでした。しかし我々の興味をかきたてたのは、爆裂性能だけではありませんでした。基本的には、3号機の初期のね貯金、式裏物のような感じで、はまってはレンチャン、はまってはレンチャンっていう、まあ、そういう単純なスランプを繰り返すんですけども、なんとなんと単発ビッグの回数がレンチャン発音の決め手となるという面白い特徴があったんですね。ひょっとしてはまりが浅い、つまり少ない単発ビッグで連チャンを繰り返す台が高設定とか。全くもっておっしゃる通りでございます。はい、これね、まあ、仲良くなった常連さんから聞いた話なんですよ。うん、単発ビッグ見てりゃ分かるよ、いい台があって、はい、まあどうやらそういうことらしいんですね。これ島データこれ取ったんですよ、こうやって見たら台によってね単発の回数違いますよね。でちなみに実戦上の単発ビッグの出現、率は350分の1なんですけども、なぜかね発生ゲーム数に妙な偏りがあるんですよ、ゲーム数にね。なので、まあ、貯金方式あるいは、まあ、貯金をベースにテーブルでゲーム数テーブルで振り分けている、まあ、一種の吸い込み方式が採用されてたんじゃないかと当時は推測されました。で7連チャン1セットの発動契機については単発ビッグ成立時に設定差のある所定の確率で連チャンを抽選、連チャンフラグ抽選で当選すれば7連チャンするまでビッグを実践上25分の1連チャン中はでビッグを抽選して放出あるいは放出っていう感じではなかったかなと、はい、当時の推測です。
で、ともかくね、ワンチャンスでの見返りが大きい分、その帳尻合わせは強烈でした。もう子役とリプレイ、なんと合わせて対ノーマルヒで 50% カット。いや、恋持ち本当悪かったです。はい。だからね、せっかく、7連チャンしても、まあ、大きめのドル箱に1杯と半ぐらいだったかな。まあ、ちょっと大きめのハマり食らうと、もう、ペロリですよ。はい。がっつり減っちゃいますね。はい。まさに、凶暴の極みって感じですね。でしたね。まあ、そんな感じで、まあ、局所的、局地的に、様々な特徴を持つ連チャンバージョンが出現して、まあ、都度、パチスロ必勝ガイドの使命を握らせてくれたトリプルクラウンシリーズだったんですけども、まあそれでもね、なんか市場占有率から見ると、まあ騎手名とは全くもってね、騎手名とは裏腹に全くもってメジャー級の活躍には至らなかった。もうドマイナーでしたね、ある意味。ただし、ある地域を除いてはですけども、ある地域、ズバリ沖縄ですよね。さようでございます。90年代の半ばのことなんですが、沖縄県ね、長年親しまれてきたアップライト型機のね、給養研究 1.5 号機フェニックスとか、2号機、アペックス 701Z を中心とするね、古い機械、当局の指導によりまして撤去されることになりました。もう本土では4号機時代になってるのに、いつまで古い台を置いてるんだってことなんでね。はい。で、この新たな市場が生まれることになったわけです。メーカーにとっては。でね、いろんなメーカーがね、もう鼻の下伸ばして、沖縄行くぜみたいな感じでね、こう営業構成かけるんですけども、ね、まあ、ニューパルサー30とか、クリエイター730とか、もうね、告知機能を搭載した沖縄専用機、ね、売り込みに行くんですけども、どういうわけか、僕も経緯は伺っておりますけれども、気がつけば、なぜかトリプルクラウン230が、気がつけば、ものすごい勢いで沖縄の市場を占有しちゃっておりました。はい。なるほど。本土ではマイナーに甘んじていたトリクラが、沖縄でメジャーな存在になった理由は、どこにあったんでしょうか。まさか、バッキバキにチューナップされていたとか。いやー、これね、いろんな説あったんですよね。うっすらとなんかやられてるとか、やってるとか、本当はわからないんですけども、ただね、もう昔、沖縄すごいっていう動画上がってたじゃないですか。昔の沖縄すごかったって。でもそういうのもひっくるめて、もうその90年半ばに規制されたんですよ。うん。で、そもそもアップライト型機撤去が急速に進んだのも、某チェーン店が、裏物でちょっと摘発されちゃったんですね。まあそれも、まあ多分見せしめだと思うんですけども、それもあってもう4号機に入れ替えなさいっていうバッツなんですね。だから正直なところ、まあともかくトリクラがなんで沖縄でね、一人勝ちになったっていうのがね、わからないんですよね、我々も。詳しい経緯聞いてないんですいません。まあでも、告知ランプのね、バット&ボール。これがね、なんだろう、たまたま沖縄の人のね、ハートに刺さった。受賞かね。はい。あとね、ホールさんもね、積極的にやっぱりアピールしてたんで、今もそうなんですけども、沖縄のホールさんってすごいんですよ。もうその、外に向かってのこの機種のアピールが。ね。例えば、ゴッパチ、通称ゴッパチ、国道58号線中、沖縄をね、南北に結んでる幹線道路あるんですけど、まあそこ車で走ってるでしょ。あちこち、もう巨大な、バット&ボールがもうチカ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 って光ってるんですよ。ついついおーおーって引き込まれちゃいますよね。これ今はね、花々もね、台頭してきてるんで、こんなでっかいハイビスカスがチカ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 って言ったりとか、あとまあ、置き時ですよね。チカチカチカ、もうあちこちでチカ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 してるんですよ。はい。まあそういうホールさんの積極的なアピールも聞いて、おそらく、バット&ボール叩きに行こうっていう風にね、なったんじゃ、ないですかね。あとイベントもね、もうやってましたからね、もう当店のトリクラはとか言って、うん、まあそんな風にね、新時代を迎えた沖縄で断固たるシェアを獲得したマックスアライド社だったんですけども、残念なことに2001年、もう今から20年ちょい前ですね、まあ初版の
事情により、その歴史に幕を下ろし、パチスロ業界から撤退してしまいました。残念でございますけども、しかし冒頭でもね、触れた通り、マックス社の、意思を受け継いだ、他メーカーが、まあ、精力的にね、現在も継承機トリプルクラウンのね、冠をつけたマシン、ご覧の通り今もねもう6号機も出ております。はい、ね、積極的にリリースして、昔も今もトリプルクラウンが沖縄ナンバーワンブランドであることには、まあ、変わりはないと、まあ、そういうお話でございました。ありがとうございました。そんなわけで今回の俺たちの4号機は、伝説のメーカーマックスアライドの業界復帰作トリプルクラウンシリーズをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもね、トリプルクラウン、まあ、沖縄での思い出はもちろんのこと、話の中に出てきました、局地的な、はい、白パネルのトリクラ37連チャンワンセットバージョンとか、あと最初の方で述べたね、仙台にあった、BR 混合バージョンなどの思い出とか、ね、体験談ございましたら、どんどん、コメント欄の方に書き込みよろしくお願いします。そんな感じで次回の、俺たちの4号機も、ご期待ください。さよなら。パチバカ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。